よろしくね。今日は視聴者様にご連絡事項とちょっと謝罪の方したいと思います。はい。何かと言いますと、まず一つ目、あやはやチャンネル、実は TikTok やっております。はい。本当に2月ぐらいからかな、1週間に2本ぐらい上げておりました。はい。なんとその中で動画1本 1M 行きました。1M? 何それ。100万再生、すっげえ。なんですが、その、ね、動画をきっかけに皆さんいっぱいコメントくださるんですよ。 TikTok もね、コメント欄があってコメントくださるんですけど、まあね、応援してくれるコメントから、いやあなた道徳学校で学んできたみたいな方のコメントとかもいっぱいあるんです。本当に TikTok も YouTube 同様、あやさんやはやを守るためにこの言葉は載せたくないってものを NG ワードに指定してます。一気にバーってコメントが来たもんで TikTok パンクしました。はい。運営様とはもう連絡取り合ってるんですけど、せっかくコメントを書いてくださってもうまくコメント欄に載らなかったりとか、過去に投稿してくれたコメントが勝手に消えてしまったりとか、今すっごい不安定な状態になってます。で、肝心な YouTube の方です。YouTube にはコメント設定いっぱいあるんです。もうコメントを全く投稿しないから、全部の投稿を確認してコメントを載せるっていうのはあるんですけど、あやはやチャンネルは真ん中をねキープしてたんです。なんですけど、去年の10月ぐらいからそこを設定してても、もう視聴者様がコメントできないっていう設定に勝手に変えられるっていう現象が起こってました。で、その都度ママたちはおかしいなと思って元に戻したりとかして、こういたちごっこをしてたんです。それの原因が何か分からなくって、 YouTube さんのサポートに連絡をしたところ、基本的に未成年者さんが出る動画とかご家族が出る動画っていうのは子供指定でなくてもコメント欄がそうやって変えられる可能性がありますってお返事いただきました。まあ確かにね、あやはやたちね、未成年者ではあります。で、ママも未成年者を抱える親でもありますので該当してるんですね。今後なんですけど、コメント欄全部承認制にしたいと思います。はい。いいコメントも悪いコメントも一回ママたちの方で止めて、そこで、あ、これ載せていいかな、ちょっと控えようかなっていうので、ちょっときつめに見ていこうと思います。 YouTube さんがね、そうやって気をつけてくださいって言ってくださったので。で、もう一つ、勝手にコメントを変えられる動画に関してはもう変えられたままコメントを封鎖します。なので、いつも1個目見てますとかいろいろね言ってくださる方いらっしゃるんですけど、誰が1個目かわからなくなるっていう状況が確実に続きます。コメントから、あ、こうすればよかったんだなとかいろいろねお話も聞けるのですごい嬉しいんですけど、今後はちょっとコメントの設定の方を変えさせてもらいますっていうことは、ちょっと謝罪とお知らせになります。はい。対象年齢以下の方がコメント送ってくるっていうことはないと思います、ルール上ね。なので、まあ、コメントできなかった時は TikTok とか Twitter とかでもコメントを募集してますので、よかったらご利用ください。はい、お願いします。まとめると、あやはやチャンネル実は TikTok やってました。で、すごいなんかバズった動画があるんですけど、バズりすぎてコメントがパンクして今大変なことになってます、はい、っていうのが1件。2件目は、あやはやチャンネルのこれからの動画コメントの仕様を変えます。すべて承認制に変えますので、コメントを打ってもすぐに乗らない可能性があります。まあ、なるべく早くコメントを載せられるようにママたち巡回してますが、あと YouTube 様側からコメントを封鎖されたものに関してはもうコメントなしでいきます。なので、コメントされたい方は前後の動画でコメント欄開いてるところを利用したりとか、 Twitter やTikTok、Instagram などやってますので、そちらの方ご利用くださいっていう動画でした。はい。わかった？うん。ちなみに、TikTok でバズった動画は何の動画ですか？ペットボトルフリップ。そうそう、あれ、バズらせようとは思ってなかったんだけど、楽しかったからやったんだよね。うん、そしたら、国内の人のコメントがすごい。あれにはびっくりしたね。うん、動画の方は変わらず出していきますので、よろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。
しもしもね、今コンビニおるよね。あのさ、あれ買ってきて。あれ、よろしくねー。